じゃあ、早速もう、ね、もう話始まっちゃったみたいだけど、もうぜひ内容によってはいいですね、アップしてもね、もちろん個人名とかあるんですからね。今日はもうあれだよ、みんなの脱会体験記みたいな。はい、じゃあよろしく。その今回のまあざっとね、わけのわかんない、お互いわけわかんない人たちだから、ざっとまあどんな感じの自分は経歴で、でその今日はそのメインの脱会届のところ、そうだ、ね、はい、ちょっと紹介したいです。自己紹介します。はい、と言います。昭和28年生まれですので、もう61です。はい、それでですね、最初に私が34ぐらいの時に、立正寺で50回受けたんです。これは学会の人からの勧誘というんですかね。そうです。それでその時にはちゃんと密見上人様のご本尊をいただいたんです。でそれからですね、2、3年は男子部で自分で頑張ったなとは思うんですよ。本業将来もきちんとやってましたし、ところがそれからですね、私を入信させてくれた人とちょっと住まいが離れたんです。私が仕事の都合上、その会社の近い方へ移っていったんですよ。で今度そっちの方の組織に着かなきゃいけないと言われたんですけど、挨拶何にもしなかったんです。でそれからチューブラリンで活動もしなくなった。で楽しい遊びとかをどんどん覚えて、で農業商代もおざなりになってという状態がずっと続いたんです。だから入信したのはもう29年ぐらい前ですよ。でもそれからもう一時皆さんに追い越されてしまうような、眠ってしまう状態でおったんですよね。でこれでですね、私が母親が妹と2人で住んでたんですけども、妹が3年ほど前に突然死んだんです。59歳。で、ああじゃあ58か、まあそれで突然死んだんですよ。原因はって聞いたら、お医者さんもちょっと解剖しないとわからないと。で母親からの電話の一方がですね、死んだってふぬけるような言い方してきたんですよ。冗談は言わないでよ、そんな冗談はって言ったら、本当と。ですぐ救急車で、そしたら済生会病院に連れてきなさいと言いましてね、連れてきたんです。で、まあ、その日のうち1日はずっと延命あるお医者さんがしてたんですけど、やっぱりとうとうダメでした。でその時私はですね、母親のご本尊に向かって、この妹のというのがどうも母親にとってものすごく良くない存在だったんですよね。お金はせびるわ、お金は入れないわって、それを聞いてましたんで、母親が楽になるようにお願いします、お願いしますってご記念をしよったんです。また途中からね、そういうので母親も一生懸命みんなが幸せになるようにっていうことでご記念してやった。で死んだでしょ。だから私ね、あ、これはもうこの人はいらないようにしようっていうふうに大聖人様がされたのかなって思ったんですよ。いい方にそうなったのかなと。ところがですね、母親のアルツハイマー症的なそのボケの症状が急激にそこから進んだんです。急激に自分の言ってることがその言ったところからすでに忘れていくんです。今さっき言ったこれ草って言ったら何か言った、受け答えはきちっとするんですよ、普通の人のように。ただ自分が言ったこと、人から聞いたことをさーっと忘れてしまう、そういう状態になって、昔のことばっかり覚えてる。これはどうしてかな、これも
お計らいかなとか、なんかもうわけわからなくなってですね、でそのうち私がブログなんかで知り合った20歳代の神戸に住んでる女性の方、この方がですね、どうもがんのあれがあるから手術するんだっていうふうに知らせてきたんです。で、じゃあ私ご祈念するよ、良くなるように祈りますからねって言って、そっからガンガン商売して、で、もう権限もきちんとするようになったんです。偽本尊にですよ、今考えれば。一生懸命やりました、もう本当に。そしたら手術はうまくいきましたっていうふうに連絡が来てですね、よかったなと思ったら、次からですよ、私ですよ、私字の気も何もないのにですよ、お酒もほとんど飲まないのにですよ、下血が始まったんです、毎日。トイレに行ったらもう真っ赤に出て、なんで、どっか中が切れてるのかな、おかしいな、なんでと思いながら、そしたら今度歩いてる時にですね、浮遊感、めまいのような感じ、左側に置きましてね、足をつけてもあれおかしいな、あらおかしいな、こういうような状態が続き始めたんです、ずっと。そしてあとは車の運転をする仕事なのに、高速道路をずっと運転してたら、スーッと睡魔に襲われるように、なんかこう気がなくなる、気絶するような感じにね、それを一生懸命こらえて運転しよったんですよ。ね、で一人で運転するときには題目どんどん上げよったんです、眠くならないように眠くならないようにって。ところがもう全部それは嘘の題目でありね、嘘の本尊様に拝んでたってことで、どんどん出てたんですね、私にね。そのさっきその妹さんが亡くなられたというのは、それは平成どのくらいの時なんですか？25、今7年ですね、24年ですね。平成24年の2月ですね。じゃあご本尊を取り替えたのはいつ頃なんですか？ご本尊を取り替えたのはですね、いつだったか私は分からないです。気が付いたらもう帰る。妹も自分でご本尊を持ってたんですよ。それはもう完全に取り替えたやつです。入信は人からやると入信されたんだよね。そうです。お母さんとか妹さんは誰が？それが分かりました、日曜日に分かったんです。母親は30っていうか28の時に自分の実家のおばあちゃんが日蓮召集に入ってて、で母親自体は若くして旦那さんを亡くしたんです。だからそれなんで何かが宿業を持ってるんだろうということで祝福を受けて入信したんです、28の時に。でもおばあちゃんは日蓮召集だったんでしょ？昔日蓮宗から日蓮召集に変わってて、でも お子さんであるお母さんはそれを継いではいなかったわけだ。これはですね、母親は嫁として入った。ああ、おばあちゃんっていうのは要するに義理の母。義理の母。おばあ日蓮召集入っていたお家に、はい、知らないうちに自分はそのうちに嫁に行って、そうです。で、自分はまた別の方から釈迦を受けてたわけなんだね。で、旦那が亡くなったってことだよ。あ、ご主人亡くなった。だって旦那ってお父さんってことだよ。いえいえ、私と今の母は血はつながってないんです。あ、そう。ええ、結構ですね、私にとって。あ、そう。ええ、非常に幸福だよ、わかんない。そうなんです。まあ、いや、母親の。要するに、偽本尊時代なのか、召集時代なのか、けじめをつけないと、聞いてる人はわからない。あ、そうですね。そう。いつまでが日蓮召集時代だったか。で、どっからが宗家の方々時代になったかっていう、はい。それをね、聞いてる人は、一番聞きたいと思います。はい。私、ご本尊を取り替えますよって言われたのは、6年ぐらい前ですかね。あ、割と最近なんだ。はい。で、母親はもっと早めに変えられたかもしれません。これ、前から持ってるやつって言ったら変えてもらった。だから、それぞれもみんな釈迦のルートが違うってこと。そうです。ご主人も、はい、それからお母さんも、はい、それから妹さんも。妹はですね、地区の人に、
もうあなたもそろそろやりなさいよ。小さい頃に50回受けてたんです。はあ、だからみんな日蓮宗宗の血がすごく、まあ、もともとは濃いうちなんだよね。そうですね。うん、で、私 の, あの本当の父親、亡くなった父親は、うん、あの被爆者なんですよ、長崎の。おお、で、直接原爆にはやられなかったんですけど、うんうん、死体運びとかをして、やっぱり被爆者になってるんです。で、その、なんですかね、体がそれでもって弱ってきて、ある日風呂場で昏倒して頭を打ったんですよね。したら、後天性の、転換発作が起きるようになったって。それでものすごく悩んで、入信してるんです。お父さんも入信してるに、ね、すごい。うちだからみんな別ルートからそうです、ね、なんちゅうこの仏様のねえ、これでもかこれでもかと仏縁を結んでいただいてるってことですね。そうですよね。はい、すいません、そのそこはね、あの、皆さん聞きたかった、まあ、これから見る人も聞きたいんですけど、はい、だから、ね、まあ、いずれにせよ今の話のもう出発点から偽本尊時代の話ってことですね。はい、じゃあちょっとまた戻していただいて、はい、どうもすいません、どこ行ったっけね、うん。